こんにちは、いさきです。本日はヤクルトについてお話ししたいなと思います。何度か申し上げている通り、ヤクルト主力で大量にコロナ離脱が出てしまいました。現在のコロナ陽性選手がこちらです。はい、広島で30人ほどのコロナ感染、西武でも1軍主力中心に17人ほどのコロナ感染、阪神、巨人、ソフトバンク、日本ハムとコロナ感染選手が出てきてしまっていて、まあ、特に広島の規模に関しては相当なものかなとも思います。で、再び広まってきているコロナ感染がプロ野球界隈でも猛威を振るっています。で、ヤクルトに関しても30人ほどの離脱がありますが、この状況の中で試合を決行。少し広島と異なるのは、広島は2軍でクラスターが発生、ヤクルトに関しては1軍でクラスターが発生しております。ヤクルトはこの状況の中で決行しているんですが、松本監督代行体制、そして2軍からコーチを上げ、選手たちも2軍から昇格をさせて試合をしてきていますが、2試合の雨天中止を挟み、コロナクラスター後、撮影時点では0勝5敗、2つの中止でした。で、離脱前と離脱後のスタメンの比較がこちらです。はい。もちろん主軸の村上選手がいる、そしてオスナも入っていますし、山崎選手も残ってはいますので、ある程度戦えるのではないかと思われていました。もちろんコロナ陽性前から少しチーム状態としては悪かったです。同一カード連続勝ち越しは14でストップ、1ヶ月ぶりの2連敗もあったり、打撃陣も少しずつ落ち、投手陣も少し疲れが見えていました。その中で大量のコロナ感染。特に離脱が分かってからの次の週、4試合行われたんですが、その4試合では総得点が8点。チーム全体で打率は1割8分7厘、2本、8得点 OPS、5割3分4厘でした。で、その中で村上選手、オスナ、山崎選手と、もともと1軍だったようなメンバーの成績がこちらです。はい。離脱続出の中で中心に自分がいるというしっかり主砲の自覚を発言され、実際に実現する村上選手は本当にかっこよすぎるんですが、さすがに他のバッターが苦しいです。大量離脱にもなっていますので、今までレギュラー的な選手には耐えてもらった上で昇格選手に粘ってもらう必要があったんですが、そのレギュラー的な選手でも山崎選手が調子を落としています。膝の手術、本来なら2軍実戦を通して慎重に行きたかったんですが、2軍実戦も経ずいきなり守りについていて、復帰早々に2安打、そして次の日には2本のホームランというサンタナは本当に頼もしい限りです。特に手術からも早期復帰でもありますので、本来2軍実戦があれば、そしてキブレハンが打っていればもっと万全を期してずっとスタメンという形もあったかもしれません。ただ結局この期間で打っていたのがサンタナとオスーナ、そして村上選手であり、21年広島のようにコロナ感染が大量に出た時に2軍となっていた選手のブレイク、特に21年でいうと林選手らのブレイク、若手選手の長期出場、ラッキーボーイ的な選手は今のところいません。で、現在昇格した選手の成績がこちらです。はい。21年までは、もともとショートは本山選手と西浦選手という併用体制でした。そしてセカンドでは山田選手、宮本選手がいないくらいじゃないとなかなかチャンスはなかったんですが、その中で起用されている松本選手、本山選手、竹岡選手は一軍をつかむことができていません。当初の試合で並木選手、内川選手が存在感。そして打撃面ではすでに1軍サブでもある太田健吾選手は今後1軍に残っていくような気はしますが、今回の主軸のコロナ感染により実質的なトライアウトというか今後戦力になるか、まあ、試されている感じもあるのかなと思います。その中で月曜日、本山選手がホームラン、竹岡選手がマルチとようやく火がつき始めてきたかなと思います。守備走塁でアピールできなかった古賀選手、打てなかった上に守備でまずいプレーが目立った西浦選手、土曜日は2失策とうち1つはサヨナラエラー、日曜日は守備体系がアダとなった試合もありましたが、内野安打など守備課題も目立ち、ヒットを打てていないキブレハンなどどうしても苦しい選手が目立っております。元1軍にいたメンバーに、残るならやはり並木選手、太田健吾選手、本山選手
くらいかなと思いますし、このメンバーも全員残すという枠の余裕はないかなと思います。巨人戦では少しずつ今起用されている選手たちに結果も出始めましたが、やはり主力に残れるかと言われるとノーだと思うんですよね。復帰2試合目のサンタナがマルチホームラン、オスナがグラスラで6打点、元山選手のホームラン、西田選手のタイムリーと出始めてはいますが、やはり中村選手、内山選手の両キャッチャー、山田選手、長岡選手の二遊間となると、現状このメンバーはなかなか起用も少ないのかなと思います。で、投手。現在の勝ちパターンのリリーフ、そして離脱者が出た時のリリーフがこちらです。今のところパターンは固まってないかなと思います。で、先発で高梨選手がコロナ陽性。その他の選手だと高橋選手が6回1失点、小川選手が6回2失点、原選手が7回2失点、サイスニードが4回5失点、石川選手が4回7失点。前半3試合は先発が試合を作りながら勝ち切ることができず、後半2試合は先発が試合を作ることができませんでした。4試合の防御率は 6.12 でリーグ5位、先発防御率 3.91 でリーグ4位、救援防御率 11.57 でリーグワーストです。打撃陣もさることながら23失点、特に守備でもカバーすることができませんでした。もちろんメインキャッチャーの中村選手、サブキャッチャーとなっている内山壮真選手、こういう選手の離脱は打撃だけではなく守備でも痛いのかなと思います。ただ今まで主力でもあった投手でも苦しんでいて、杉山選手はアクシデント抹消、梅野選手はさすがですが、木澤選手、コール、今野選手、マクガフと一軍だったリリーフも少し打たれ始めてしまい、どうしてもリリーフでビハインド展開という形が増え、宮台選手が回またぎで大量失点など先発リリーフともに苦しいんです。守備でも屈指の範囲と安定感を見せていたヤクルトで、センターラインがごっそりいなくなってしまいました。リード面でどうこうはあまり動画でお話しすることはありませんが、内山壮真選手、中村選手の離脱は当初の安定感に直結している可能性は高いのかなと思います。で、今後1軍に入りうる存在で、少し前からですが小澤選手、宮台選手というところ、ただそもそもサイスニード、石川選手、そして今野選手、木澤選手らにも疲労が来ていることが想定されますし、マクガフに関しては疲労というよりは2週間ほどチーム状況的に彼を出す展開にできなかったことで感覚が空いてしまったことも大きかったのかなと思います。正直西浦選手、古賀選手、松本優選手はアピールすることができませんでした。内川選手、本山選手、竹岡選手もレギュラーメンバーが戻ってきた時に出られるかどうか、そこまでのアピールとも言っていないのかなと思います。で、投手もやはり本来の一軍メンバーにやってもらうしかありません。それが分かったこのコロナ離脱、正直残酷にも見えます。7月にしてマジック点灯、ゲーム差は10を超えていた中で今季初の6連敗、ただそれでもゲーム差は10ほど残ります。それくらいセリーグ順位が団子というか、どのチームも勢いに乗り切れていないとも言えるのかなと思います。で、幸いポジ要素としてはサンタナがすでに復帰し大暴れしていること、長岡選手、内山選手、奥村選手が一軍復帰したこと、こんなところかなと思います。希望自体なくはありません。オールスター明けにはおそらく完全体で戦えると思いますし、そこまでに少しずつ戻ってくるかなとも思います。まず松本雄一監督代行のもと勝利をもつかみたい。まず1勝、接戦落としたり大敗したり、打てないだけではなく打たれて守れなくて、東京ヤクルトがここに来て大きな苦境に立たされています。正直ヤクルト、村上選手、オスナ、サンタナを 4-5-6 で入れているんですが、ここ遠すぎるように見えるんですよね。長岡選手を上に持ってきて、この3人の打線を上位で固めたいんですが、おそらく村上選手を4番から外すことはできないのかなと思います。6連敗でも2位 DeNA と 10.5 ゲーム差あるので、まだそこまで焦る時期ではありません。ただもちろんここまで連敗をしてこなかったので、ヤクルトファンからすると不安な今シーズンというか今月になっていくのかなとも思います。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。